さあ、なんでさあがかぶんねん。あんたが言うやる気満々やないかもめちゃくちゃ今日からだからね、その新しい企画をやっていくと YouTube でね、うん、ちょっと楽しみにしとったよ。え、めっちゃ楽しみやねんけど、うん、で思っとったよりもがっつり外ロケあんたが苦手な分野苦手やねん外ロケ嫌いやねん外ロケ。ちゃんと今日は撮れるんちゃうかなと思ってんねんけど。おるやんおるやんってなんやねん。久しぶりです。マーサやんこの間の。お久しぶりです。仲良くなって、まあ、多少ね、そうね、多少ね。え、ほんでこのさあ企画いろいろね、新しい企画をやりますよっていうことやったけども、はい、なんか決まったん、企画名かなんか。そうですね、知ってるんですよね。いや知らんよ。知ってるんですよね。さっきちょっと台本を見たけどクソダサい、はい、題して、いややん、あの街この街 SDGs です。ちょっと気合が足りてへんのじゃ。はい、じゃあ一緒に、せーの、あの町この町 SDGs。 はい、始まりました。やっぱダサいって。変えよう変えようなんかちゃうのに、はい、大丈夫こんな速く走ってね。あなんかこんな系やめてよ。もう思ったよ。何これ、ちょっと待って、何これ。あの街この街 SDGs、 イエーイ。突然ですが、そう、この SDGs ってお二人をご存知ですか。でサステナブルデベロップメント、ちょっと噛んだけど全然分かってへんやん。ゴールズ、え、分かってんで、めっちゃ分かってるけど言えへんやろ。知ってます、 SDGs のことは。なんかね、軽い感じでやったら知ってる、うん、なんかもうみんなが幸せに暮らせるようにみたいな、うん、浅はかな感じの、浅はかな持続可能な社会 の、 あの目標のことよ。あたりです。そうやろう。 SDGs とは日本語で持続可能な開発目標のことで、そう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 、簡単に言うと世界中にある環境問題や貧困だったり、そういう問題大きく17人ちゃいます。まあ、なんかこういうのくれんやん。そう、でこれもな、こうやってな、いろいろな貧困をなくそう。これ何のためやと思う、うん、貧困があるとそれによってあの争い事が起きて、ほんで最終的には戦争が起こります。戦争が起きたら環境が破壊されます。環境が破壊されたら人間生きていけません。だから貧困をなくそう、飢餓をゼロに。これも戦争にまつわるものですね。結果的には戦争につながってしまいます、飢餓があると。なんでもな、だいたい戦争か環境かね、これ全部分けれるの。あ、そうなん。そう、単純に人間が人間による人間のための目標やね。ただの自分のこと好き。好きです。そう、好き好きです。じゃあ SDGs です。あんたは、あんたは、あんたは、あんたどうなの。あんたは自分のこと好き。え、好きやで。誰より好き。あんたのことより好き。自分のことの方が。ちょっと長いんで、もう、はい。全部、全部説明ようとしようとしない。やる気ないやろ。で、この番組では、こういったあの SDGs なことを、いろいろ街歩きしていきながら見つけるという企画です。最近注目されている屋根線エリアに今回は行きたいと思います。屋根線？はい、屋根線。どういうこと？谷中銀座来たことありますか。ないよ。ない。どこかも知らんもん。うちはね、東京都。東京都です。荒川区。荒川区にあんの。荒川区にも来たことないのか。あれちゃんはあんの。あれ、あ、あるんですね。そう、なんかね、あの番組で一回撮影でここに来たことあって、なんか一日バイトみたいなのしたことある。なんかあれやね、あれちゃんこの辺で、うん、コロッケかなんかを売ったんよな、販売する。あの自分で作って、あれをやってサインも書いてるはず、どこかに。それはでもこの辺、いい、ね、もしあったらな、探そう。もしあったらなかったら、もうなかったら、てか外されてるかもな、消されてるかも。こいつ全然そんな、なんか人気ないわって、うん、そう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 、最近下品ちゃうよ。最近地になった動画アップしとったし、コロッケにはちょっとふさわしくないわみたいなやめて関連付けるの、全然違うからね。じゃあ早速やっていこうかも。あの街この街 SDGs、早速。なこれわかる、いやいや、この一歩がさ、中途半端な階段、大変やな、あんた。大変、中途半端な。これなんで一歩が中途半端か知ってる。なんですか。なんか昔は馬やったからね、馬用の階段やったりするね。これは多分ちゃうと思うんだけど、これはもう改良されてるけど、多分昔はこれ2段で1個やったね、多分。てか結構さ、今日平日やのにさ、混んでんな。外国の人とか多いな、意外とな。注目のエリアなんです。あ、そう。
レトロな感じがする。新しいものと古いもの融合した感じ。そうか、古いもんばっかりに見えるけど。まあでも多分その古い建物の中になんかねえ見て、見てください。私の大好きな市原隼人がいます。消防士の CM してるわ。ほんまに俺もいつかな、ああいう公的機関に使われたいな、ちょっとぐらい。そのためにもさ、あ、そっか、国連に認められんとあかんもんな、そうなるとな。ちょんまげ芋って何？ちょんまげ芋って、どれ？そう、ちょんまげに似てるってこと？ちょんまげソフトもありますよ。黒ごま、ごまってな、セサミンが入ってんねん。でな、セサミンが入ってると、ね、あの抗酸化作用が強くてな、あの若返んねん、年取らへんねん。だからな、最近セサミン の粒買ってん、ほんで飲んでんねん今。でもどうなん？でもな、いろいろ調べた結果、うん、あのサプリメントに入ってるやつよりも普通にごま食べた方がセサミン取れんねんって。だからみんな普通にごま食べ、あのごまのちょんまげのやつ絵で多分なんかすごい、みんな写真撮ってんねん。すごい写真撮ってますよ、あそこ。何やろこれ、谷中しっぽ屋、しっぽ屋、ドーナツ屋さんですね、焼きドーナツ。にゃんこのしっぽ焼きドーナツ人気なんや、ここ。しっぽ屋です、てかめっちゃいい匂いする、北海道のかぼちゃクリーム入りとかあんで、にゃんこのしっぽだって。お菓子屋さんみたいですね、見てみましょうか。あ、そういうこと、可愛らしいね。にゃんこのしっぽってことはなんかちょっとしっぽみたいな、長いみたいな感じ。ドーナツやけど丸くはなってへんやな。てかめっちゃ、かわいい。キキとかあるやん。猫の町、谷中に猫好きさん大集合だにゃって書いてるから。猫の町なんここ。猫の町。一匹も見かけてないけど、でもその辺にあるの。何そのこれから出てきます。出てくるんや。でもいろんなとこにさ、なんか隠れ猫。あれちゃん最近猫飼い始めたもんな。そう、連れてくればよかった。名前は何？紅茶。どういう意味なの？紅茶。違うやろ。え？違うやろ。なんかロシア語でなんか。猫ちゃんっていうのをポーチャーっていうね。だからそのままで、そう、猫ちゃんって呼んでる、猫ちゃんって呼んでる。お腹も空いた時間だと思うんですが、お二人食べたいですか？食べたいよ、そりゃ、うん、てかもう食べるんやけど。食べるんやけど、食べるって決まってんねんけど、うん、胃が。これすごい美味しそう。食べたいのであればお二人ここでクイズをやっていただきます。は？クイズに正解した方だけが食べることができます。二人ともクイズに正解するな。ね、一緒に食べようよ。ね、お腹空いてんねん二人とも。え、怒るで、俺が外れたら。正解していただいて、やだったらやだったらやだってやつやるで。大人なんで、時短だもん。それ置いていくで、恥ずかしいから。ほんま、じゃあクイズ教えて早く。ちょ、めっちゃいそせかせないで。じゃあお二人こちらをお持ちください。あら、すごい、なんかあのここだけはそんなに金かけへんっていうね、100円ショップみたいなな。答えが分かった方はピンポン押していただいて。いや、もうまだ出してない。早押しでやんねやん。はい、死ぬほどは。え、もう全然あのないけど、あの 俺 SDGs 仕事してるから。仕事してるから いけると思う。まんまん初とかもあかんやん、絶対。もう分かって、もうやっぱあんた、あのあかん。そんなん関係ない、俺はもうドーナツ食うから。とにかく何の容赦もしません。全然優しくないやんか。優しくないですよ、だって食べ物がかかってるから。お二人に早速1問目です。はい、 SDGs の略は英語でサステナブルディベロップメントゴールズですが、は何ですか？は？基本理念？持続可能な社会の開発プログラムの目標。ファイナルアンサー？やっぱやめとこうかな。いや、なんなんあんた。え、だってなんかそんなファイナルアンサー嬉しそうに言うねんも絶対外れやん。今のは違います。ああ、そう。あ、2030年までに叶えましょう。なんなん、合ってるやろ、30年までやろ。30年までです。意外と短いね、もう少しやだと。理念は何でしょう？どうぞ。え、あの、より生きやすい社会を作ろう。ヒント、ヒント、もうないと無理。ヒント、英語で No one will be left behind。え、俺英語知らんねん、それアレちゃんのこと。え、なんかわかんないけど、あの、どうぞ。一人はみんなのために、みんな一人のためにみたいな。それワンフォーオール、オールフォーワンやろ、それ。惜しい。人類は地球のために、地球は人類のために。違う。え、ロシア語でもじゃあ言ってもらって。英語やって分からへんねん。もう一回、もう一回、英語もう一回、もう一回。 No one will be left behind。 一人の協力なくして、あらず。惜しい。ヒント欲しい。
もっとヒント、もっとちょうだい。日本語で言うと、誰一人かけることなく違う。ちょっと惜しい。誰一人死なない。誰一人取り残さない。誰一人取り残さない。やったずる。当たりで。こんなんで当たりでいいの。もうじゃあだから全部さっきまでカットしてな。全部さっきのとこカットしてうまいことつなぎ合わせて。だいぶ答えは言いましたけど。まあだからそのとりあえずあの半分よこせ。じゃあもう一度理念は何ですか。誰一人かけない世界を。はい、じゃあ私あのじゃああの私食べるわ。もう行くでもう。行きましょう。もう仕方ない。ちょっとカスぐらいあげるか。カスはいらんわ。カスあげるって。いやいや、ちょっとかぼちゃ入ってんのがいいわ。いいんですか。やったーもう絶対すいません。いやいや、かわいい。これ見て、猫の足跡みたいなの。足跡があるんやね。見てこれとかめっちゃかわいいやん。一番人気はどれですか。ここは生地に困るとちょっと違う。でもこれ猫ちゃんの名前っぽいですよね。これ猫ちゃんの名前っぽくない。あ、そういうこと。マリリンとかキキちゃん、シロちゃんとか。かぼちゃもらっていいですか、一つ。北海道のかぼちゃなんですね。あ、いいやん、ちょうど食べ。あ、かわいい、こんなんで。何これ。こんなん見て、ほら、嬉しい。かわいい。ありがとうございます。ちゃんとしてんで、ほら、なんか豆もあるし。豆、うん、豆違うと思う。食レポしてくださいね。匂い香り。特にそんなすごいなんか香りが強いわけじゃない。ちゃんとドーナツっぽいほのかな油の香りがします。油の香りってあんまいい香りちゃうけど大丈夫。いや、いい香りよ。いただきます。じゃあ食べ。あ、でもほらほら、中身見せて見せて見せて。食レポするにはふさわしくない量を口に含みました。かぼちゃの味します。あ、なんか出てるな。かぼちゃのかぼちゃのペーストみたいなのがね。すごい、かぼちゃの実が入ってたり。思ったよりかぼちゃのそのソースが多いわけじゃなくて、あ、ね、ちょっとソースっていうかな、ソースは少ないねんけど、うん、濃厚。どっちかっていうと香りの方が、味が甘くてというよりもかぼちゃのほのかな香りがずっと口の奥から出てくる感じ。美味しいです。飲み物ないんですか。ちょっと水分がね必要になります。でもすごい美味しい、うん、お腹空いとったから救われるわ。ちょっと取って食べてみ、この端っこ。あるちゃん食レポない。あのさ、やめてもらっていい。ほんまにうまくないから。でも美味しいよこれ普通に。あ、でも匂い的にはすごい生地の匂いがする。ルール上ダメですけど。あ、ほう。別にカステラっぽい匂いがする。あ、そう。お味はどうですか。なんかさ、アメリカンドッグの衣の感じするね、この端っこが、うん、で、味もちょっとそれに似てる気する。アメリカンドッグの衣、アメリカンドッグのもうちょっとさっぱりしててネチョネチョしてない生地。そうそうそう、甘すぎないから、うん、確かにかぼちゃも入れすぎてないからちょうどいいよね。じゃあお二人も時間もないのでそろそろ行きましょう。子供がね、好きそうな味やかな。でもみんななんか静かにゆっくり歩いててちょっと時間が他と違うな、なんか止まってる感じがしてよくない。もうそろそろな、次のお腹が空いてきましたよ、私は。次のお腹が空いてきたな、ね、ほら、ほら、こういうのが好きやねん。こういうのめっちゃ好きやねん。あ、なんかここ、あれちゃん、あれちゃんが働いたとこちゃん。そう、ここで、あの番組の企画で1日アルバイトっていうので、しかもちゃんとあのね、お給料ももらったで、1日の。そう、ほんま、ほら見て、ほら、こんな感じでここにこう並べて、うわー、あってちょっと撮ってや。美味しそう、すごい、コロッケ。テレビでおなじみのっていうのも入ってる、ね、そう、うち作ったの、確かこんな感じだったかな。メンチを作ってたと思う。アジフライも大好き。見てこれ、ここにあるね、サイン一覧みたいな。あるやん、あれちゃん、あった、あったー。おー、捨てられてるかと思ったわ。ほんまや。そう、よかったな。 あったわ、嬉しいねんけど。なんか覚えてるのか。一回したことあるんですよ、テレビの企画で。ここでやったことあるんです、あの3人の女の子で。そう、あのうちの一人なんですよ。そうなの。そう、そこにサインをぶら下げてもらってます。そう、ありがとうございます。嬉しいね、これ。これ毎日ここで揚げて、うん、作ってますよ。作ってるんですか。作って揚げるんです。
あ、全部作ってあげるんですね。もう、そうです、そうです、うちも作ってあげた。あ、そうなんや、うん、何の肉でやってるんですかこれは。豚、まっちゃん、まっちゃん、松坂の松ちゃん、あ、松坂牛、なるほど、いいな、松坂牛まっちゃんって言うんやな。私ちょっとこれ食べます、ま、まっちゃんのやつ食べます、食べます、食べたいです。松坂牛の、うん、松坂牛ね、松坂牛の、うん、ちゃんと日本語正しくな、そう、どれがその松坂牛のやつ。メンチがうまいんやろ。あ、これなんですね、うん、よし、じゃあこれを食べたいです。これを食べたいなら、食べたい、またクイズに正解していただいて、またクイズやんの、食べることができます。問題、採択されたのは今から7年前の2015年のことでした。そう、そこじゃないんか、うん、では2015年の大流行語大賞に選ばれたのはトリプルスリーと、もう一つは何でしょう。あ、ダメよ、ダメダメ、違う、何それ、恥かいただけやわ。ていうかさ、SDGs に全然関係なくないそれ、うん、だってあんた詳しい言ってたから、もしかしたらね、出したらあんたが、いやだから俺2015年っていうことは知っとった、うん、2015年、え、何やろ、フェムテック、そんな一回も流行ったことないわ。2015年です、ね、2015年の、あ、いいですよ、どうぞ、ね、お通りください。はい、答えしてよ、頑張って答えてね、うん、逃げたよ、教えてくれへん、ヒント教えて、あんたもね、ヒント欲しい。この頃、銀座や秋葉原が中国人観光客で溢れました。爆買い、いや、やっつ、いや、美味しそうですね、これは。ちょっと匂い嗅いでみ、匂い、匂い、うん、匂い、どんな匂いする。ね、難しい質問だね。コロッケの匂いなんだけども、牛の匂いとか、なんか松坂牛の匂いがするとか、そう、そんなん分かる、松、これが松坂牛の匂いだって分かる。俺は分からへんけど、でも美味しそうな、ホクホクした香りはします。いただきます。トーナス油って言ってます。お、うん、たっぷり入ってる感じじゃない。すごいしっかりしてるね、美味しい。どっちかというとしっかりしたハンバーグみたいな、メンチカツ食べてるっていうより もうちゃんとお肉を食べに来てる感じするよ。そりゃだって松坂牛、あったまる。でもなんかその脂っぽさとかもないよ、なんかちゃんとしたお肉って感じがする。そう、ありがとうございました、もうお久しぶりでした、なんかちょっと短い間だけど、またね、行きましょう。よかったですね、ちゃんとサインも、ね、あった、びっくり、うん、よかったよかった。捨てられてるかなと思ったけど、捨てられてへんかった。こうなったらあとは、うん、どう、お腹いっぱいになってきた、うん、今お酒飲みたくなってきた。みんなお酒飲んでるからさ。あ、確かにビール飲みな、ね、飲みたくなった。特別にもうお酒は2人にちょっといいの、いいんですか、え、いいの、ほんまにここで、しかもいいの、そうです、その撮影でさ、酒飲めるとか、俺ビール飲みたいねん、なんかそこでめっちゃ美味しそうに飲んでてさ。このビール飲んでるんですか。え、どっちがおすすめですか。泡が細かくて、泡細かい方がいい、うち泡細かいの好き。でもこっちにする、2つ。なんか初めてやわ、こんなとこで。だってこれビール瓶入れやろ、酒瓶入れみたいな、なんか鳥居ちゃんと取った、さっき取ったからもええねん、それも喋りながら取らないと、取ったねん最初に。だから後で組み合わせてね、音声とない映像なんてバラバラにしとってもない、引っ付けられんねん、編集ってのがあんねんから、一回取っとったらええねん、こんな持ちだけ何回取らすんねん、あんたがじゃあもう2つとも取り行こうやって、んでめっちゃ忙しいやんか、人のカメラに文句ばっかり言ってくんねん、こうやって。おうわー、うわ、かわいい、あ、嬉しい、入るんや、ちゃんとこの中に、すごぴったりになってる、何これ最高やね、 SDGs や、ほんまや、ほんま SDGs ですね、これは。え、これいただいていいの、飲んで、飲んじゃう、これいいよな、こうやって再利用、すごー、冷えてる、うわー、いい、冷えてます、すごい冷えてる、乾杯ごめんなさい、どうも。すごい、あ、ほんまにきめ細かいな、めちゃめちゃうまいやん、これ。外で飲むから気持ちいいんかな、多分余計に。しかも天気いいしさ、あんま寒くないし、なんか暑すぎず、もうちゃんとおつまみにコロッケも食べたし、それまでにドーナツも食べたし、てか普通ドーナツ最後ちゃう、なんかそう考えたら。確かにちょっとなんか順番が、ね、違うな。でもめっちゃうまい、これうまい、
ねえ。乾杯。乾杯。はい、お二人どうでしたか？商店街。なんかうち食えんかったからなんかまあとりあえずビール飲めてよかったわ。俺満足、もう全部ドーナツも食べたしビールも飲んだしメンチカツ食べたし美味しかったです。すごい満足のいくロッケでしたね。2人食べてただけですよね。食べて飲んでただけで、うん、ちょっとあんまり取れ高くなかったかな。あ、取れ高？取れ高分かんかった。分かんかった。もっと面白いこと言ってほしかったな。何言ってほしいの？例えば一発ギャグかな。一発ギャグ。あれいや面白かったってみんな言いや、ね、私たちのことを好きな視聴者さんは楽しんでくれてると思います、うん、あんたは思んなかった。あ、笑いのツボがちょっとちゃうもん。それは甘いですよ、うん、甘いって期待しすぎた自分がいました。何なんかうちらも なんかさっき入れられたな多分悪知恵。いい人やったのに嫌われんだよ、うん、視聴者に。あそこに何が見えますか？急に話からそう逃げたねあなた。もうねもういいです。なんか見えてんね。あれ、うん、あれほんまやこんなところに。こんなところにあれやる気満々のお兄さんがおるねもう。巻いてもらっていいですか？結構待たされてます。とっととやろう。もう乗るんやろこれにどうせ。知ってる人力車やろこれ。京都とか奈良とかにあるよな多分。都内では乗ったことないわ。ない。これは普段からここでやってるんですか？浅草でやってんだよね。浅草でやってんだ。浅草って知ってる？知ってるよ。キャラどうした？こういうキャラ。じゃあ私たちが今回これに乗って次どこかに行くのかな？せっかくなのでお二人にはこれを着てもらおうと思います。え、じゃこっちやけどもちろん、うん、ピンクやんそっち。これ何？確かにそれピンクっぽいな。あ、なんか着物みたいな感じか。あー、こういう外人いるよね。こういうの着てる外人。あのさ、お前その外人だよ。どうですこれ。もううち結構可愛くできてるんちゃう？似合ってる。心配してたんですけど、あのこれもあんたより似合うと思う。俺あんたより似合う。ちょっと一言が多いわね、あなた。これも古着なので SDGs。あ、そうですか。重たいくても大丈夫ですか？アレちゃんが重たいんですよ。ちょっとね、太ってるみたいな。自信がないけど頑張ってる。え大変やで、アレちゃん。お兄さん、辛くなったら下ろして。そうね。うっそーん。じゃあ、どうぞ持ってください。ジェントルメンファーストなんで。あ、そうなんですね。お兄さんからどうぞ。よいしょ、オカマです、ちなみに。あ、すごいあれよね、すごい。あら、いいじゃん。おかまですとかいらんやん。あ、日本の文化楽しんでくれてるって言って好感度高いやつやろ、これ。知ってんねん。ちょっと待って。ちょっとアレちゃん、ケツでかい。ちょっとこっちこんどって。ちょっと失礼いたします。これさ、シートベルト締めます。あ、シートベルトなんかあんねや、これ。すごっ。初めてやねんけど、こういうの。これさ、行き先はどこなん？家まで送れって言われてる。結構遠いよ。うん、大丈夫。今日僕はね、から来てんの。めっちゃ遠い。下ろして。観光楽しんでください。わかりました。まずよ、はい、持ち上げます。体重背もたれかけていきます。怖い。よいしょ。おお、こんな感じですね。すごい。リラックスしよう。振り返りませんので安心して乗っててあげてください。なんか重そう。大丈夫ですか？いや、もう全然大丈夫ですよ。あの、なんか人に、あの、思っとった揺れ方とちゃうし、うん、ほんでスタッフが一人もついてこうへんっていうのがまたね、うん、新しい ね。わー、すごい。あー、なんかすごいテンション上がるね、これ。あ、こんなさ、なんか小道に入るんやん。えー、いや、いいね、このなんか、いや、すごい。昔の街っていうね。めちゃめちゃ気持ちいいねんけど。雨問屋さんで、エスロンと雨問屋って程よい風でいいな、ふんで気持ちいい。やばい、めっちゃいいねんけど、これちょっと雨騒がんとってください。楽しいね、ほんまに、うん、なんか、外国の人も乗せること多いんじゃないですか？ですよね。あ、最近ね、確かに。なんか申し訳ない気持ちになりますね、人に引っ張られると。海外の人にはよくそれを言われる。言いますよね、なんか。俺これ好きやねん、この木、この下に流れてるやつ。昔、ね、そう、姫路城のね、ほとりのね、ところにいっぱいこれが生えててね、子供の頃これよく見て育ちました。柿が流れてる季節ですね。柿の渋柿かしら、甘柿かしら、渋柿でも干せば甘くなる、それがお柿でございます。お食べください。お食べください。他人の家の牡蠣を食べくださいじゃない。ダメだよ。ダメなんだよ。ダメです。上見て桜咲いてるの。ほんまや。え、どういうこと？ほんまや、このまだ11月やのに。秋に咲く桜、10月桜って11月。へー、
あ、じゃあもうさっきま、ついこの間まで満開やったんや。いや、これから満開なの。あ、これからなんや。こんななんかまだ緑とかなってんのに。すごっ。眩しい、私の未来のように眩しいわ、あそこが。あんたの未来、こんな眩しいんやね。めちゃくちゃ眩しいよ。生きている今を一日一日大切にする、それが人間の生き方ってこの神社には書いとったな、今。大丈夫、こんな早く走って。ね、大丈夫。ちょっと熱いめっちゃ。え、大丈夫、ちょっと。だいぶ早いよ、今。だいぶ。ちょっと待って、怖い。叫びすぎるさ、あんた。根津です。すごいな、なんか何この店。そうなんですよ、ここは。これ何、実はあそこなんて書いてあるか分かりますか。分かる、あ、銭湯ビルとか。あ、銭湯のこれ、あれ銭湯なんです。ほんまや。ほんでだからさ、このさ、根作り屋ってとこ行こうよ。これ根作り屋ってとこ行こうよ。根作り屋、根作り屋ってとこ行こうよ。見てほら、ここ行きましょう。え、分かった、分かったよ。入ってみましょう。やったー。え、準備中やけど大丈夫？そんな感じでいいの？その、入りましょうっつって入れるわけ、うん、大丈夫です。やったー。こんにちは。こんにちは。おしゃれな店やん、ここ。なんか出来たてなんかな、新しいんかな、まだ。お弁当とか、ね、お酒とかも売ってるみたいですね。駄菓子とかあるの？ほんまや、なんか居酒屋さんみたいなことなんかな、あとなんか。いや、お腹すきましたね。え、じゃあこれどうすんの、ね、またクイズかなんかすんの。そうですね、じゃあここでもう最後のクイズなので、ここで勝った人は3ポイント。あ？ってことは、うち答えたら、うち逆転みたいなってことになるってことやんな。俺今2対0やろ、うん、俺もう勝ちやねんけど。ちょっとあんた 見ないで丸くいいかな。見てない、お前やろ見てんの。だから下やったら見てるもん。あんたなんか結構下やってるけど。あ、やったー食える対して、見つけろ、ピヨシキズ。見つけろ、ピヨシキズ。見つけろ。中で一つ SDGs なものがあります。一つ一つ商品で SDGs なものがあるので。ああ、じゃあもう、じゃあ探しますよ、もうすぐ探してください。これ電子決済できる。え、だからやめてもらって。これ SDGs やで。やめてもらって。そうやろ、 SDGs 間違いないんだから。私正解ちゃうもん。やるか。はい、では探してきてください。よーい、スタート。まあいいや、これで。ちょっと、これとかなんかジェンダー平等とかなんかな、女性用ラーメン、こんなん、難しいな。メガネホルダー持っちゃうんかな。ペンスタンド、え、もうこういう布巾とかかな、なんかこういうのなんか再利用できるようにとかとか、白雪布巾。もしかしたらもう硬くて捨てる羽目になったイチジクをこうやって練り物にして、これちゃう。完熟イチジクザキングで作ったモーツァルト。あ、でもモーツァルト聞きながら育ってるわ。わがままイチジクやんな。実は何持ってきても全部 SDGs とか。サンゴ礁の恵みってやつかなと思って。サンゴを実は守ってるんかもしれへん、塩取って。あ、そういうこと。なんか知らん。え、じゃあそれちょっとうちが選ぶから。じゃああかんから。あと1分です。わかったら持ってきてくださいね。俺これにしよう。で、早ない、ちょっと答えんの早ない。食べて言う。何なん。結構古そうちゃん。ずっと昔からあるやつを使い古してあるやつを使ってるみたいな、そんな気もするけど。これとかさ、あかんの、これ。そん、ちょっと待って、あんたずるいで、ね、そんな持って早いで持っていくの。じゃあ最後、2人1つずつ持ってきましょう。いやこれでいくわ。え、これにする。ネズヤオリジナルって書いてるもん。じゃあお一人ずつ。これは、はい、これはいいですか。俺それに、これにします。犬箱。うざ。早くない。ちょっと説明しなさいよ。それはそれは、いや、わからん。なんかそのバッグが上に置いてあって、ちょっと私一応これ見てみよう、もう一回。なんでうちのバッグに。
絶対そうなんちゃうんじゃん。いや、うち これでいいわ。俺もこれにするわ、ちょっと一応なんかほら、違う、ムカつく。俺もこれにする。なんなんもうこのな、作り手が違うやん、取っ手がこことこことでな。ちょっと待って、それさ作り変えてんねん、これ多分な。あれちゃん、いや、あんたちょっと変えないの、それはうちが選んだよから。あ、でももうラストの1回だもんだ。いや、もうこれにしますよ、私これ、だってもう見るからにこれやん、もう。お前真似しやがった。黙ろ。ほんまにエコーとかエコーバッグとかなんか そういう再利用がやっぱなんか自然なイメージやから。わかった、これあのシート、引くシートのやつや。見たことある、なんかね、見たことある。その床に引く、でもシートよりもしっかりしてんのかな。なんか農家とかでさ、野菜の上とかにかぶせたりするやつ、ブルーシートみたいな、そういうのに近くて、うん、これは建物のテントなんですよ。これか、テント生地。なるほど、確かに。ここ根津下町だとよくこういうテントになります。お店で実際に入り口にかけられたのれん、はい、とかを再利用して作ってるバッグ。あんた真似しやがって、ほんまに。ちゃうよ、俺もう勝ちやで、これちゃんと正式に。というわけで、この勝負はちょっと最終勝負終わりまして、はい、あれちゃんの勝ちでございます。いやいやいや、先に取ってきたんやから、そんな同じものをたまたま取ったんやん。ちょっとそんな都合よくやめな。これで最後のクイズだったんですけど、うん、全然お二人楽しかったですね。なんか答えつまんなかったんで。楽しかったけど、何がつまん、全然ちゃんとしとったやん。クイズなのに同じもの持ってくるってないですよね。え、ちゃん、うん、それアリちゃんがだって変えるって言ったら。ちょっと待って、あんた何をうちのせいにしてんの。あんた、あんたが悪いんやで、これ。最後の問題やります。ご飯食べたやろ。え、何それ、やらんかったらどうなの。画面からちょっと消す、消すっていう感じ。画面からあのモザイクかかってる状態、ずっとこれ。じゃあもうちょ、やる気はありますよ。ありますよ。じゃあ最後の問題いきましょう、はい、SDGs ゴールの5つ目からジェンダー平等を実現しようからの問題です。世界で初めて女性の参政権が認められたニュージーランドですがでしょ、どうせ。あ、あ、よかった。え、違うよ、ですが。じゃあブーやんか。じゃあブーって押さんかったんやねん。なんで丸って言って言っちゃったんだよ、間違って。が認められた国はどこですか。ドイツ。はい、イギリス。うそちょっと待って、とえ、これ俺取れ高悪い。なんで今言うんだ。ちょっと待って、ほんまに当たると思わんかったん。まあ、ちなみにね、このね、ジェンダー平等に関する第5項目目、ここには実は LGBTQ というのに関しては何も入れてへんねん。どこじゃ、ね、なんでな。イスラム系の国のところだとやっぱ宗教的にどうしても LGBTQ とかそういうの寛容になれへんから、とりあえずそのジェンダー平等っていうところで止めときましょうっていうので話し合いに重ねて最後妥協したのよ。え、じゃあその興味あるか、あんた今興味なさそうに聞いて。あります、あります。そういうことはちゃんと知ってんねん。そう、でもイギリスはやっぱ女性が強い、ほらエリザベス女王もおるし、だからやっぱちょっと強いっていうのがある。あんた絶対知らんかったやろ。実はソ連とかも実はやっぱ女性の社会進出にすごい力入れとってんで、だからフェミニズムってかやっぱ結構ロシア発祥っていうのが多くて、やっぱ3月8日の国際女性デーっていうのはロシアではすごく ね、あの盛大にされるんやけど、やっぱそういうね、共産権も実は意外とフェミニズムっていうのは進んでたりする。でも逆にね、それは実は男女不平等だからこそ進んでたりするって一面もあってな。多分、ね、日本が必ずしも遅れてると俺は思ってない。多分ね、ちょっとね、あの何言ってるか分かんない感じの顔して大丈夫そう。真面目なことも話せるんですね。真面目なことしか話せません。はい、というわけで最後の問題も勝っていただいて。やった。え、でもこれはでも不満ないやろ。でもうちニュージーランド言ったし、平等よ。ニュージーランド問題じゃないもん。あの最終結果発表いきます。はい、勝者はコバハです。コバハ、コバハ、コバハが間違ってたけど、私が分からなくなっちゃいましたよ。もう分からんやったらムラズって言うよな。今ちょっと考えてたもん、どっちが正解やったか。頭の中でどっちだっけって。やったー、おめでとうございます。私でございます。ありがとうございます。はい、勝者の方には、え、間違い、何、賞金です。うそや、おめでとうございます。ほんまや、え、今すかそうとしたよ。ほんまに生えてんのかなみたいな。こちら賞金10万円になります。マジで、おめ
めでとうございます。そんな高予算あれちゃん5万ぐらいあげるよあげるよ、後で怒ったるなんか副賞をこちらお渡しします。何これ、何ちゃんこれ、何でしょう、違います、ありがとう、ちょうどええやん、いやいや違うやろ絶対、何だこれ、何副賞開けてみてください、何入ってるの、なんか粉系、うわやめてよ、何これ、もう思ったよりでかっ何これ、ちょっと待って、あ、なるほどね、こちら昆虫食のコオロギ、待って、でもちょっとちょっとちゃんと拾いますよ、お豆さんみたいな匂いがする、 SDGs に食料危機と持続再生っていうものがあると思うんですけど、未来の食事として、はい、重要になってきます。ちょっと食べてみ、1個だけ食べてみ、みんなで行って食べます、あ、そうする、じゃあしましょう、ほんまに動き出さん、これほんまに動き出さん、いや、死ぬわ、行くで、じゃあ、え、乾杯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 をするの、あ、なんかエビ、美味しいね、エビっぽい、思っとったんと違う、もっとカメムシみたいな味するんかと思ったら、うん、うん、エビの尻尾みたいな味がする、ビビールとは絶対合うやん、ビールに合いそう、だからタンパク質も豊富やし、脂質も少ないし、うん、炭水化物もないから、まあ、ものすごく、ね、健康によくて、あのマッチョの人とかにプロテインにしたらいいんちゃう、粉にしてな、うん、そしたら蒸しプロテインになって、プロテインのやついいね、そう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 、どうでした今日は、まあまあよかったんちゃう、よかった、そんなアバウトな感じ、回想がどうやったのあれちゃん、え、めっちゃ楽しみやったからさ、うん、ガチで楽しんでる感じのロケになった、あ、そう、俺は結構疲れたわ、そう、めっちゃ楽しんだよ、これでいいのっていう感じやった、小原さん、小腹な、小腹、いつまでお前のがもんないで、そんなんずっと間違って、じゃあ私の本名を知ってる、小腹ブラスさん、うん、あ、まあ、もうちょっとなんか間にあるってことやろ、クラス付き岩のフブラスリオニドビッチです、難しい、覚えてくださいね、よろしくお願いいたします、ということで、あの街この街 SDGs、 私たちピロシキーズがいろんな街に伺って、ささやかな SDGs を見つけていく、そんな番組が始まりましたが、ぜひうちの方にもね来てほしいとか、私の地域にも来てほしいとか、そういうのがあればコメント欄に書いていただけると嬉しいです、はい、お金くれる人はもっと好き